ですね、まあ思ってたより自分のプレーはできたのかなと思いますけど、まあやっぱりもう少しシュートへの持っていき方であったり、まああとは最後そのゴール前でボール奪われたシーンとかあるんですけど、そういう細かいところっていうのは改善していかないといけないのかなと思います。まあやっぱりみんな世界一のクラブだと思いますし、まあみんな上手いのは上手いですけど、やっぱガブリエルとかはそうですね、目立たないですけど非常に有効的なプレーというか、はい、あの縁の下の力持ち的なプレーをしてたので、あの参考にできることが多いのかなと感じました。まあ、やっぱりさっき言いましたけど、その本当に細かい部分だと思いますし、ある程度大まかなチームのコンセプトであったり、ある程度の自分のプレーっていうのは出してると思うので、そこからさらにこう点につなげていくところがまあもう少し必要になってくるのかなと思います。